では天気の移り変わり見ていきましょう。天気の移り変わりです。ご覧いただきますと、北陸域や北海道のエリアでは日本海側を中心に雪が降りそうです。午前中は雪が降りやすいものの、だんだんと止む時間が長くなりそうです。ただ朝のお出かけですと雪が降る可能性が続いておりますので、朝の外出は路面状況の変化にお気をつけください。午後はだんだんと止む時間が長くなりそうです。西日本、東日本は太平洋側を中心によく晴れて日差しが届きそうですね。今後の予想をご覧いただきました。ではアイコンで見ていきましょう。日曜日のアイコンです。西日本や東日本では日差しが届いて穏やかな天気。北陸以北の日本海側ですと午前中は雪が降りやすいものの、止む時間が長くなっていきそうです。傘の置き忘れにお気をつけください。気温について見ていくと、今日よりは日差しが届きますので気温が上昇し、予想最高気温は広島や大阪で10度、東京は12度の予想となっています。朝は冷えますので1日の気温の差にお気をつけください。では花粉の飛散予想について見ていきましょう。3月10日日曜日、花粉飛散予想です。名古屋は極めて多い予想となっております。その他東京や高知、福岡で非常に多い予想です。ちょうど杉花粉のピークの時期と重なっておりますので、ご自身の症状に合わせて対策をしっかりと行いましょう。明日の花粉飛散予想でした。ではここからは衣装提供の話です。今日も素敵なお衣装をありがとうございます。今回提供いただいたのがワンピースです。ワンアフターアナザーナイスクラップといった曲でし、曲じゃない、すいません、もうごめんなさい、名前がちょっと曲みたいな服でして、私もあの当時ですね、池袋に住んでいた時はルミネでよく買っていました。今でも入ってるかな。ワンアフターアナザーナイスクラップよく買ってました。こちらワンピースになっていて、あのトップスもセットですね。なのであの切り離して使うこともできる内容となっています。とても可愛らしいですよね。襟元が可愛くて、あのジッパーも自分でカスタマイズすることができます。そう、ジップアップです。ジップアップの内容となっております。そしてイヤリングがお世話屋さんです。いつもお世話になっておりますと。今日はこうシルバーですね。付け返すのもとても簡単で、私結構耳たぶが太いんですけれども、今回のお世話屋さんのイヤリングって全然痛くないんですよ。いつもそうなんですよね。付け心地が良くて重宝しております。耳たぶそうなんですよね。なので人によってやっぱり耳の形って変わるので困ってしまう時あると思うんですけれども、多分お世話屋さんのイヤリング全然痛くなくて、はい、いつも重宝しております。ありがとうございます。あ、ホワイトデーの会社にいいですね。確かにイヤリングありじゃないですか。ぜひ皆さんも探してみてはいかがでしょうか。さあ、ということで今回はこちらのお衣装をご紹介していきました。ありがとうございました。